79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Wednesday. 皆さん、こんばんは。本日3月6日水曜日のハロードライブハロドラは、ゴールデンレトリバーを飼ったとしたらつけたい名前はりんちゃんな中島さきと、 Hello everyone、 モーニング娘。ワンナインゴールデンレトリバーを飼ったとしたらつけたい名前はたまな野中美希。あれあれちょっと私飛ばしたね。私飛ばしたね。私飛ばしたね。そうだ。そして、はい、そして、はい、はい、ゴールデンレトリバーを飼ったとしたらつけたい名前はミックスなハガアカネの3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。さて今日の自己紹介はですね、前に野中ちゃん の、 あの代理で来てくださった小田さくらさんからの、ゴールデンレトリバーを飼ったとしたらつけたい名前はというお題でしたけど、はい、だってお題の前 に、すいません、なんかちょっと台本と違う順番で謎に私が自己紹介始めるってい う、ね、そういつもその野中氏の方が年功序列だと ね、 ね、そうだよね。だからすいません、なんか、ね、な仕組みを忘れてしまいました。飛ばされたなって思っちゃう。ちょっと気を取り直していきますね。すいません皆さん。全然全然、まあ今回のお題ね、はい、はい、ゴールデンレトリバーを飼ったとしたらつけたい名前、なかなか斬新だ。なんでゴールデンレトリバーにしたか気になりますけどね。わかる。でもゴールデンカラーだからさ、はい、やっぱなんか凛としてるなっていう。あ、そういう凛か。すごいちゃんと由来があると思ったんだけど、なんかでも難しいよ。だってその子見ないと分かんなくない名前つけるね。そうなんですよね。ね、ちゃんは、私はタマなんですけど、うん、なんかあえて他の動物につけそうな名前を、うん、あの犬につけるっていうのがすごい好きで。あ、そうなの。はい、趣味があるの。私今まで人生で動物の名付け親になったことがないんですよ。でも名付けられるんだとしたら、なんか超意外性を求めたいんですね、うん、私は。なるほど。だからタマかなみたいな猫っぽい名前にしたいです、なるほどね。そうそうそう。私はミックスなんですけど、うん、あの前にマックスっていうゴールデンレトリバーがおばあちゃん家にいて、うん、その子がすごい可愛かったんですよ、うん、っていうのと、今ちょうどあのミックスジュース飲んでたなと思って。はい、そう、なんかゴールデンレトリバーなのにさ、なんでミックスなんだろうって思ってた。ちょうどミックスジュース飲んでたなと思って、それをさ、マックスっぽいミックスっぽいみたいなのミックスにしました。マミムメモで行くってこと。そうそう、マミムメモで行きます。じゃあその次ムックス、ムックス、メックス、モックスとかだったかもしれないです。何匹飼うの。これから4匹飼わないといけないですね、うん、最低でもね。はい、ねー、でもゴールデンレトリバー可愛いよね。可愛いですよね。大好き。わしゃわしゃって、大型犬ってなかなか飼えないじゃん。わかるー。ねー、犬抜けちゃうし大変です。でも海外だとさ、大きいワンちゃんの方が多いんじゃない。はい、私が行ったお家はいました、うん、ワンちゃんが、めっちゃでかいワンちゃんで、多分ゴールデンレトリバーだと思うんですけど。多分ゴールデンレトリバーって分かりやすくない。分かりやすい。多分ゴールデンレトリバーとなんかのミックスなのかなぐらいの感じで。そうなんだ。そう、名前は、スキッパーっていう犬でした。スキッパー、スキッパー、かっこいいわ。そう、スキッパー。英語でどういう意味なの。スキップってあるじゃないですか、うんうん、それにちょっと変化球をつけて。へえ。だからスキップするぐらい、うんうん、なんか無邪気な犬ってこと。かわいいね。いいですよね。ゴールデンっぽいわ。ゴールデンっぽいわ。ゴールデンかわかんないけどぽいわ。ということで、水曜日はこんなメンバーでお送りしていきます。30分間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、ふつおた係。このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど、普通のお便りを紹介していきたいと思います。まずは、ラジオネーム小鳥さこさんからです。ありがとうございます。水曜ハロドラの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日山のホールにて行われたナッキー25歳のバースデーイベントに参加してきました、うん、ニコニコがテーマにして行われた今年のバースデーイベント、とっても楽しい時間でした。ありがとう。特にニコニコキャンペーンが今までにはなかった企画で、とても楽しかったです、うん、1声目が終わった後に携帯を見て、お、ナッキーがツイートしてると思って開いたら、何やら意味深なツイート。意味深ちょっと待って、ちょっとダメだな。今後かと思った。
今の子はこういうのかなと思った意味深です。意味深意味深って読む人多いよね。え、そうなの？彼もさずっと意味深だと思ってて、うん、なんかでも流行りの言葉でありそうじゃない？確かに、なんかあえてのみたいな、うん、あえてのじゃあ、あえてということで、あえての意味深なツイートですね。はい、何やら意味深なツイート困っている人は助けてニコニコさせたらシールがもらえるよというなんともナッキーらしいキャンペーンでしたね。普段はほとんど私たちはお話しすることもないスタッフの方々とこういった形で交流することはめったにないと思うけど、愛のあふれる場所のスタッフさんは皆さん面白くて優しくて温かかったです、うん、このニコニコキャンペーンをやろうと思った理由、かっこやるまでの過程や当日のお話などお聞きしたいですとのことです。これちょっとみんなにも、私めっちゃ楽しかったよ。どういうことですか？あのさ、いつものほどのスタッフさんたち、みんな結構仲いいじゃん、そうね、バック目、はい、でその人たちに協力してもらってで、会場してから開演時間までの間、ロビーでスタッフさんが困ってるふりをするのよ。めっちゃ面白い。ネクタイがすごい曲がってたりとか、芝居が得意なスタッフさんは、はい、もう小道具用意してて、受験のさ、受験票っていうのかな、うん、が何番何番何番って書いてあって、俺の番号ちゃんとあるかなって見てて、めっちゃ面白いですか。私たち自身もそのスタッフさんの顔がすごいわかるから、どなたかめっちゃ気になります。気になります。後で教えてください。女性スタッフさんはめっちゃ咳込んでみたりとかしてて、すごい演技力が。声かけて、どうしたんですかって、大丈夫ですかみたいなこと言ったら、あれニコニコさせてくれてありがとうとか、助けてくれてありがとうみたいな感じで言ってもらって、シールを渡してもらうっていうやつだったんですけど、楽しそう、すごい楽しかった。やりたいな、私たちも。ぜひぜひ、ね、めっちゃ楽しかった。これは、この企画をやろうって言ってくれたのは上場軍団の鈴木啓太さんで、打ち合わせの時も参加してくれて、でこういうのやってみたらニコニコだったらみたいな感じで、それいいじゃないですかって。でもスタッフさんも他の準備で忙しいからできるか分かんないけどみたいな感じで、その打ち合わせ終わったんだけど、はい、本番当日すごい皆さんの方がやる気で、朝から何の打ち合わせしてんのかなと思ったら、そのニコニコの、すごいニコニコキャンペーンしか打ち合わせしてなくて、めっちゃやる気じゃんと思って、楽しかったですね。鈴木啓太さんの考えることって本当になんかすごいですよね、うん、なんかブログの文才みたいなのすごいですし、私のキャラクター白えもんっていうキャラクターの名付け親って鈴木啓太さんなんですよ。本当になんかアイディアがすごいなって思います。うん、でもやっぱスタッフさんが温かいからこそできる、うん、そうだね。いやでも楽しかったよ、よかったです。私たちもどっかでやるかもしれないので、考えてみます。ね、はい、続いてはこちらです。ラジオネームよっこさんからです。ありがとうございます。ナッキー、チェル、アカネチン、こんばんおやき。こんばんおやき。私は朝起きるのがとっても苦手です、うん、寒い日はさらに起きられません、うん、いつもアラームは5分おきにセットします。でも最初のアラームが鳴ってから5分おきにアラームを止めて起きて、しばらくして止めるのをやめて気づいたら寝ています。起きると次のアラームから1時間なんてことも。こんなん怖すぎます。どうしたら気持ちよく目覚められますかとのことです。いやもう私は目覚めるのに気持ちよさは求めてないです、うん、あーそう、なんかまあ時間によりますよ。9時とかに起きればいいんだったら、こうモーニングの曲とかをアラームにして流すんですけど、うんうん、本当に6時とかだったら、うん、アラームの音って怖いじゃないですか。怖い。なんか遅刻したかもみたいなっていうのに襲われるから、うん、もうわざとそれにして自分を怖がらせて起きるようにしてます。私はもうビクってね、はい、なるほど。だからもう気持ちよさは求めない方がいいと思います。いや本当、気持ちよさは求めない方がいいですね、うん、しかもなんか寒い日って本当に起きれないじゃないですか。起きれない。私本当になんか最近気づいたんですけど、うん、その本当になんか自分の体が寒さをちゃんと感じてて、本当になんか物理的に気温が低い日ほど布団から出るまでの時間が長くてめちゃめちゃ比例してるんですよ、うんうん、だからなんか私すごいってなんか逆に思ったんですけど、まあ確かに全然起きられないんで、私最近はその本当に起きたい時間の15分前にアラームセットして、うん、こう制限時間15分の中で頑張ってぐるぐるしながら起きるっていうのをやってて、うんうん、昔は多分このラジオでも何回も話したことあると思うんですけど、3、2、1、わーって起きてたんですね、うん、でもちょっと一時期なんか動悸がするようになって、その、うん、その心臓に悪いよね。心臓に悪いかもっていうことに気づきまして、うん、やっとその本当に起きたい時間の15分前みたいな、うんうん、やるようにしました。そっちの方がおすすめです、急に起きるよりも。そうだね。でも
あの何回もさ、そのこのヨコさんがやってるようにさ、うんうんうん、アラーム鳴っては止めて鳴っては止めてってやると本気で寝ちゃうから、うんうん、甘えるのはもう1回だけにした方がいいってね、うん、制限決めた方がいいよね。本当にそうだと思います。でもメンバーでもいますよね、こう5分置きどころじゃなくて 2分置きとかに。そう、あかねちんとか、うん、あのリーダーの福村さんとかはもうすごいんですよ、うん、あの、うん、携帯のその時計のアプリに入ってるアラームの数が凄まじくて、うん、すごいな。2分置きにセットしてるけど私ちゃんと1個目で起きれるんですよ。お、素晴らしい。多分私なんか目覚めは悪い、目覚めいいわけじゃないけど、うんうん、起きるのは早いんだと思います、うん、多分、うんうん、中島さんはどうですか？私も15分ぐらいの間では起きるようにしてる。だったり一回とさ、たまにアラーム鳴る30分前に目パチッと覚めちゃう時があるのよ、うんうん、でそっからまだ時間あるしと思って寝ちゃうと、うん、次アラームで起きるのがすごいだるくなっちゃうのね、うん、はい、だからもうパッて目覚めたらもうそっからちゃんと起きるようにしてる。最近は大切ですよね、うん、自分の体に素直に生きようと思って、うん、素直に行きましょう。そうだね。いや大変。でも朝はやっぱ寒いときついよね。冬だから。でも それそこで辛いのを感じるか、うん、遅刻して怒られたときの辛さを感じるかって考えたときなんですよね、はい、遅刻したら、ね、そうちょっと遅刻の怖さを知ってますからあ、そうなの。そうです。私、うん、今だから話せる話なんですけど、うん、こう撮影、ミュージックビデオ撮影、ミュージックビデオ撮影っていう日があって、うんうん、1日の撮影の日は寝坊しました、うん、怒られました。で2日目のミュージックビデオ撮影もなんとかなったんですけど、その次の日のミュージックビデオ撮影でまた寝坊したんですよ、うんうんうん、でもう大激怒されて、うん、あ、そうなんだ、はい、もうなんかめちゃめちゃ覚えてる。マジで本当にやべえって思ってえ、いつ結構あれ加入したての時、むき出しで向き合ってっていうモーニング違うよ。え、歌方サタデーナイト、あ、間の日がむき出しだった。間の日は東京という片隅。そうだっけ。むき出しは私ちゃんと起きたよ。ごめんごめん。むき出しはちゃんと起きて、スタジオの記憶がすごく残ってるね。だからその歌方サタデーナイトのミュージックビデオはちょっと目が細いです。まだ起きてない。起きてない。泣きました。泣いて目がちょっと腫れてます。あかねちんがスタジオ入ってきて、うん、すいませんでしたって叫んでっていう記憶がすごい残ってる。いやそれは怖いね、はい、怖い。だからもう私はもうそれよりそれを感じるなら朝起きる方が楽だわと思って、ね、そうだね、はい、怒られるよりはね、うん、体力使うもんね。毎日朝起きて思いますもん、寝坊したって思うから本当にトラウマなんだと思います。怖い怖い。本当に、ね、気をつけてくださいな。気をつけましょう。ということでこんな感じで皆さんからのメッセージをお待ちしております。じゃんじゃん送ってください。宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。ここからは水曜日限定コーナー、本日は深夜のイライラパラメーター。イエーイ。このコーナーはあなたが経験したイライラ体験を私たちにも教えてください、うん、また優秀なメール職人さんはハロプロメンバーがやりそうなイライライフを架空で作って送ってもらっても OK です。評価は全然平気、ちょっとイライラする、うん、めちゃめちゃイライラするの3段階です、うんうんうん、はい。というわけで最初のメールを紹介したいと思います、はい、ラジオネームケンボーさんからです。ありがとうございま す。今回のイライラは仕事場などで使ったものを元に戻さない行為です。あ、職場のハサミやペンなどを使ったのに戻さない人にイライラします、はいはい、近くにあったり後から返すのであればいいのですが、うん、そのまま仮パクをされるとイライラを通り越して怒りになります。皆さんはグループ内で物を貸したらちゃんと返ってきますか、とのことです。あ、なるほど。いや、うん、これは返さなきゃダメでしょ、うん、これはなんかもう常識っていうか、そうそう、それが普通ですもんね、うん、そうですよ。これはもうイライラするわ、さっきしますね。なんか元に戻さないっていうあれだと、うん、ウェットティッシュの蓋を閉めない人。ごめんなさい絶対さ、グループに一人二人はいるよね。それ私です。もう圧倒的にあの蓋開いてるの全て私なんですよ。うちもだったんだよね。誰でした？マイとヤジとかかな。五人に対して二人だとそうですよね。結構アイリもあやふやなんで、そこは大丈夫だったんだよね。私も開けっぱタイプなんですよね、うん、だって乾燥しちゃうじゃん。そう、もう見たらパ
ンって閉めたくなりますもん。わかるわかる。なんかまた使うかもって思っちゃうんですよ。いやいやいや、そこワンタッチ。あと本当にペットボトルの蓋閉めないとか。それは閉めて。なんかそれもただ私は借りたものはちゃんと返すんですよ。あ、まあね、ただ結構返さない方もいるじゃないですか。まあね、でもそのペンを貸してそれが返ってこなくて、うん、そのあれ帰ってこないなって思うじゃないですか、うん、でもそれにイライラしてる自分ってうわちっちゃって思いません？なんか私はい、私今まさにそうなんですけど、うん、これ4色ボールペン、あのボールペン自分で色入れられるやつなんですけど、うん、ここ1個ないじゃないですか、うん、あ、分かった、誰か使ってる人知ってるぞ。ここ、そう、私はこのペンを使って普通に書いてたんですよ、うん、したら1人ペン忘れたって方がいて、うん、で私はまあここだけなら貸せると思ってこの細い、うん、細いけどこの芯だけ、うん、これでだけでいいならって言って貸してあげたんですね、うん、おうおう、したらそのまま細いからなくしちゃったみたいで、で返すとは言われてるんですけど、うんうん、なかなか返ってこないですね。でもそれでさ、はい、ほらイライラ感じてたらさ、いやでもこれ安いしなって思ってきちゃうんですよ、なんかこっちが悪いみたいな、そう、なんなら別に返さなくていいから私もそろそろボロいし変えようかなぐらいの勢いなので、そう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 、まあわかる、そこら辺はまあまあ貸した方は別にそこまでイライラしないけど、うん、第三者目線的にいや返しなよって、なるほど、うん、思いますよね。もう上司だったら普通に注意してるわ、うん、お、自分のものはいいけど本当にみんなが使うものとかだったら、ね、うん、いや返してって思いますね、うん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 、これはどうですか。これは私はちょっとのちょっとイライラするですね。ほんとさっきめちゃめちゃイライラするかも。ベッティの話したらちょっと結構イライラしてきちゃう。ごめんごめん、私だよ。いや返した方がいい、返さなきゃダメだよ、うん、あの人として、うん、そうです。じゃあイライラするしないとかじゃなくてイライラしてる。じゃあもうめちゃめちゃイライラするですかね。そうだよ、うん、これはもういいですか、はい、ちょっと私の意見になっちゃうけど、はい、じゃあケンボーさんのこのイライラなお便りはめちゃめちゃイライラする、もうこれは、はい、もう注意しな、うん、ちゃんと直接、ね、ちゃんと返してください、うん、はい、はい、いきます。続いてはこちらです。ラジオネーム小鳥さこさんからです。ありがとうございます。水曜ハロドラの皆さんこんばんは。こんばんは。私のイライラ話はアルバイト中の出来事です、うん、私は飲食店でアルバイトをしています、うん、とある日若くて威勢のいい男性3人組のお客さんがいました、うん、その人たちの席から大量の小銭の音が嫌な予感がするなと思ったのですが、うん、予想的中、なんと、4700円のお会計を100円玉40数枚、プラス他の小銭という支払い方をしてきました、うん、自動でお金を数えてくれるレジではないので自分の手で地道に数え、そしたらぴったりだったので思わず笑ってしまいましたが、めんどくさいお客様だなとイライラしました、うん、もしレジのアルバイトをしていたら自分がレジに並んでいる前にそんな人たちがいたらイライラしちゃいますよね。うん、確かにイライラするかも、ね、よくその100円玉持ってましたよね。もう本当なんかゲームセンターの あの両替機かって。本当ですよね。でも若いからね、うん、ちょっと楽しかったんだろうね、その感じも、まあ、確かに小銭でいけんじゃないみたいな。いやでも誰か一人が出してその子に二人が返せばいい話なんですよ。そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんですよ。確かにね、ね、解決策がね、割とすぐあるっていう。そうなんですよ、うん、それが一番の近道なんですよね。そうそうそう、まあなあ。でもさっきこの間ね、はい、電車の乗る時間まであと8分ぐらいの時があったの。その時マスク持ってなかったから、はい、マスク欲しいと思って薬局が近くにあったから、うん、薬局でマスク買おうと思って、まあ、マスク取ってレジ並んだら、はい、目の前のお客さんがめっちゃポイント使う人だったのね。ああこのこれはあのなんていうの、チラシとかで届いたこのオフのポイントをこれで買ってください。で、あとこのポイントカードに何ポイント貯まってんでこの商品はこっちでやってくださいみたいな。それはすごい。で、ポイントで買ったのって他にポイントつきますかみたいな感じですっごい聞いてね。なるほど。いやまあ大切だよってそういうので ね、やりくりして節約するの大切だよって思ったけど、うん、自分がなんせ時間なかったからちょっとイライラしちゃって、まだまだみたいな、まだポイント気になるみたいな。時間が迫ってる時はやめてほしいですよね。そう、まあ、向こうは分かんないんだけどね、向こうは知らんこっちゃって感じだから、うん、そうそう、前に並んでる人がそうだったら
ちょっとイライラしちゃいますよね、うんうんうん、確かに。もし私が店員さんだったらそんなにイライラしないかもしれないけど、思わず笑っちゃってるから、うん、そうそうそう笑っちゃう、ね、まだ笑えててよかったですよ。そう、その後ろに並んでる人だったらすごいイライラしてると思う、うん、そうね、そうね。いやどっちも良かったよね、うん、なんか、うん、若い人たちもお客さんもさ、うん、まあ、楽しかったし良かったなと思うけど、うん、それを受け止めてくれる店員さんで良かったよね。そうです ね、 ね、これでイライラされたらなんかバチバチってなっちゃうからね、うんうん、これはどうですか。私はちょっとだけ、ちょっとかな。前にそんな人がいたらって考えると、うん、ちょっとイライラするかな、うん、じゃあそうですね、そうですね、うんうん、それですね、うん、ほいじゃあ、はい、小鳥さこさんのこのイライラ話は、はい、ちょっとイライラするですね。はい、ちょっとね、うん、イライラしちゃいます ね、 すね。続きましてこちらです、はい、ラジオネームひでこんからいただきました。ありがとうございます。水曜ハロドラメンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。駅の自動改札で前の人がスイカの残高不足かなんかで扉がバチンとしまって流れが止まってしまう経験が皆さんあると思いますが、うん、あの瞬間イラッとしませんか。だって、いやそうね、そう、ただ、うん、自分もやってしまうじゃんこれって。そうなんだよね。だから何とも言えないというか、うん、でもこれは私的には前の人にイライラするんじゃなくて、赤くなった時に戻るのにちょっと時間かかるじゃないですか改札って。あ、はい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 、それにちょっとイライラします。え、まだみたいな。あ、分かる分かる。まだ、なるほどね、わかる。人じゃなくて改札にイライラしちゃうんですよね。ちょ、リセット時間ね。そう、リセット時間が長いんですよ。なるほど、そっちです私は。さっきもそっちにイライラすることあるかも、うん、そっちにイライラしちゃう。テクノロジーの進化に期待ですね。そうですね、もうちょっと、もう1秒早くしてくだされば、うん、そうね、うん、そうですね。結構4秒ぐらいもあるよね、あれ。結構ありますよね。確かに、わかるわ、うん、そっちに、うん、あ、そっちにイライラするってことで、うん、ヒデコンさんのこのイライラ話の歌よりはどうしましょう。どうしますか。まあ、でも誰にでもあることだし。そうなんですよ。って考えたらちょっとかな。ちょっとイライラする。はい。にしちゃいますか。はい。ちょっとイライラする。イライラするということで、はい、皆さんこんな感じでこのコーナーでは皆さんの感じるイライラポイントを教えてください。私たちが判定します。また腕に自信のあるリスナーはハローメンバーがやりそうな架空のイライラライフでも OK です。あなたの思うイライラポイントを水曜ハロドラマで送ってください。私たちが判定します。うん、深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回のハロドラはいかがでしたか。はい、今日はですね3月6日の24時から始まってるじゃないですか、うん、ラジオが、はい、ということはあかねちんが、まあ、実際の日付は7日なので、そうね、あかねちんの誕生日なんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。この全国の中で、はい、だって今イベントとかしてるわけがないじゃないですか、はい、そうね、全国の中で初めて17歳のあかねちんが聞けるのって、はい、そうですね、ハロドラなんですよ。そうなんです、12時越したばっかだから。すごいよ、おめでとう。本当にどうですか抱負。今年17歳の抱負は、うん、自分の感情を見せたりとか自分の思ってることを素直に伝えられるような人になりたいなと思って、結構隠しちゃうんですよ。なんかまあ悲しいこと辛いことはまあもちろんなんですけど、嬉しいこととかも全部隠しちゃうんですよ。恥ずかしいって思っちゃって可愛い。だからちゃんと嬉しいこと楽しいこととかは出していけるようになりたいなって思うのと、やっぱ自分のことを喋るの私結構苦手なので、それも上手くなれたらいいなって思います。そうなの。そうなんです。なんかそうなんです、自分の身の回りに起こったこととか自分のまあ感情とかもそうなんですけど、それを文章にするのはできるんですけど、うんうん、言葉にできないんですよ。へえ、あ、そう。リアクション絶対すごいびっくりしてんのに、思ったよりリアクションがオーバーじゃなかったりとか、だからちょっと申し訳なくなっちゃったりとか、あの、ちゃんとしたリアクションできるような人になりたいと思います。なるほどね、まあ、大切だねこの仕事してるならね、はい、うん、というわけでこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。さてここでモーニング娘。ワンナインからのお知らせです。3月16日オリンパスホール八王子から春ツアーモーニング娘。ワンナインコンサートツアー春ベストウィッシーズが始まります。愛知県は5月4日、日本特殊陶業市民会館フォレストホールです。そして3月30日そして31日の土日にはですね千葉県幕張メッセ国際展示場、1ホールにてハロープロジェクト 20th アニバーサリーハロープロジェクトひなフェス
2019も開催されます、はい、そして、同じ日にはですね遊ぶ暮らす育てる里山里海へ行こう2019も開催されます。こちらはですねこのイベント入場無料なんですよ、はい、なのでねぜひぜひ皆さん気軽な気持ちでお越しいただければと思います、うんうん、お願いします、はい、そして3月20日にはですねベストアルバムベストモーニング娘 20th anniversary をリリースします、うん、さらに4月4日にはモーニング娘。18フォールコンサートツアーゲットセットゴーインメキシコシティの DVD、 4月19日にはモーニング娘。18コンサートツアー秋ゲットセットゴーファイナル、イエコボ春の卒業スペシャルのブルーレイ &DVD がリリースされます。ぜひぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。では私中島咲からもお知らせです、次回のしましまシアターが決まっています、妄想女子殺人事件と題して愛知県は4月21日金曜日ダイヤモンドホールでゲストに清水咲ちゃんをお迎えして一緒に公演します。でもって次の舞台も決まっています。東京マハロ第22回公演余白を埋めるエリカな人々2019東京芸術劇場シアターイーストで5月2日木曜日から5月6日日曜日まで公演しています。さらに、舞台ちょっと今から仕事辞めてくるの出演も決定しています。こちらは東京渋劇にて6月13日木曜日から6月23日日曜日までとなっております。ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは明日も深夜24時からチェックしてくださいね。それではハロードライブハロドラ水曜日、ここまでは中島咲とモーニング娘。ワンナイン羽賀茜と七海希の3人ね。またチャレンジしたよね。また一回聞いてください皆さん。また茜ちんの前に言いそうになりました。私だから、ごめん、私だ、ごめんね、私なの。そうだよね、なんなら今日の主役ぐらいの感じなんです。もう一回行くか。そうですね、お願いします、もう一度。ということでハロードライブハロドラ水曜日、ここまでは中島咲とモーニング娘。ワンナイン羽賀茜と野中美希の3人でお送りしました。それでは皆さん、また来週。